かれた。僕ですらいろんな人から聞かれましたから、タモさん今年誕生会やるのみたいな。ああ、そうなの人ってね。で、私が誕生会やるって言ったらね、赤髪が来たとかね、召集令状が来たとかね、ふざけんなと思うんだけど、まあしょうがない。そういうのもありまして、すごくもうお店からもプレゼントいただいて嬉しい誕生会だったんですよ。やっぱりもう覚えてくれてる、4月10日私の誕生日だっていうのがあるから、もういろんな人からえっていう健康グッズとかいろいろもらって、やっぱりなんか物足りないなと。あ、自分の中でうん、なんか4月10日が来た気がしない。しない。でね、勝俣に、勝俣お前なんかやってくれと、私からはやると派手だから、お前なんかやってくれ、わかりましたって言うから、わかりましたって言うとから全然連絡ないのよ。おかしいな。昨日出川とちょっと違う話して、ちょっと勝俣さんに、なんかやってくれって電話したの4月10日なんですか、ね、いや、もっと前、もうちょっと前、もうやん、今年やんないんですけど、やんないんですってねって言うから、これこうこうで被災地のこと考えると、お前たちにお土産持って帰らす分を全部寄付したと、それはいいけど、あのもうその大掛かりじゃなくてやってくれ、わかりました、わかりました、みんなに声かけろ、でそうは言いもってもどうなったとかっては言ってないから、で何の連絡もない。で全然関係なしに、じゃあまた、あ今んとこキャインの天野か、あとあのオリラジの藤森か、あと早見もこみちの家食べに行こうと思ってるんだな。料理がうまいとされる、勝手にね、はいはい、勝手に思ってて、思いながら、そっかな、やっぱキャインが余るかなと思って、出川と連絡取って、で出川どうしてもなんか中途半端やと、あその前に、その前にみんながこれサプライズで、もう嬉しいですよ、鶴瓶とかね、所ジョージとか、みんなが私にコメント、ビデオレターでお誕生日おめでとう、鶴瓶に言われたよ、あこれマネージャーとか好かれてますなー言って、みんながもう優香とか妻夫木聡、まあホリプロはともかくとしてね、みんながお誕生日おめでとうございます、で出川とか竹山とか、やっぱもう決まりですよね、えやんないんですか、嬉しい、とかねやってる中で出川、何お前本当に嬉しい、ちょっと待ってくださいみたいな、あいつの真似できないけど、寂しいからやってくれって言ったら、レナはなんとこの4月だけで6回海外行くんだロケ、それも海外、海外、 あいつ海外って本当にライオンとかに噛まれて帰ってくんだよ、クマに引っ掛けられたり、もうそういう仕事ばっかりなんですよね、レナ家帰ったら呪いのウサギまであんだよ、両方の奥さんのね、うん、それで、やってくれ、はい、分かりました、で、勝俣にも言ったんだけどって言ったら、あの男は電話もかかってきませんよと、昨日竹山と TKO と喋ったけど全くかかってこないし無理っすって言うから、あじゃあもう日にち選ばないから、でが開けてからでいいから4月いいっすか、じゃあなんとかしますって、なんかこうね、いつも私が言って自分が元気じゃないと周りも元気になれないっていうかね、そういうのがあるじゃない、まあこの言葉ですけど、やりゃよかったじゃないですか、もうそう失敗しちゃった、本当に。はっきり言うと後悔してる。今ね。今は過ぎちゃいましたよ。何も私が悪いことしてるわけじゃないから。いやだからそうですけど、自分で判断されたんですから。それでさ、またこれどうかな、マネージャーと相談しないであれだけど、昨日美容院行ったんですよ。美容院行って、いろいろ週刊誌読むじゃないですか。はい、普段読まないのよ。普段読まないのに、私が読むときに限ってなんか書いてあるんですよ。あ、そういうもんですか、週刊誌はね。なんかね。何書いてあったんですか。小林幸子さんのこと。あで、なんかいろいろ書いてあって、で、どうしたのかなっていうのを読んでると、まあ、長年、NHK の紅白歌合戦の衣装で、言葉をちょっと間違っちゃった、抜粋するほどのあれじゃなかったかな、ここね、なんかでね、言葉選びで、はい、そうそう、要するに揉めてるか、気にしてるか、なんかそういうね、和田アキ子が、そこに和田アキ子が出てくる、あ、そこでアキ子さんの名前出てくる、うん、その騒動を気にかけている和田アキ子
が、毎年、紅白歌合戦の衣装のことを気にかけてる和田アキ子がラジオで、私ならできないと言っている。なんでやねんと。なんでそこで和田アキ子が出てくるねん。それを髪の毛が切られながら、美容院で言われてる、ご本人。だから、この本、見せんといてと、一人。私ね、その週刊誌を、その美容院の中だけで見せないからといって、全国に売られてるものですか、残念ながら。けど、その週刊誌ね、申し訳ないけど、私のこと好きなんちゃうかな。よー話題にしてくれんのよ。そうですか。うん、いろいろ。なんでそこでね、私いつも言いますけど、先週同じようなこと言いました。それはあの新聞にも載ってましたよ。次の先週の日曜日のアッコにお任せ、はいはい、先週のこの意外旋回で言ったことね、はい、小林幸子さんのこと、はい、私は自分のマネージャーだったらそういうことはできない、ね、私は家族だと思ってるし、まあ私には考えられないって言いましたよ。はっきりこの間も言ったかどうか分かりませんけど、私本当に1年に1回しか会わないんですよ、小林幸子さん。紅白のタイミングで、もういろんなお仕事もさせていただいてますけど、やっぱりディフレントなんでしょうね、はい、なんでそこで NHK 紅白歌合戦の衣装でなんか確執じゃなく、なんか気にしてるじゃなく、なんかの和田子が私にはできない、